サイドウサカエは台湾の政治家。英語ではトロングチャイとも呼ばれた。日本統治時代の台湾に生まれ、米国で修士号と博士号を取得した。民主主義派であり、公民党表則進会と民間全民電子講師を設立した。民主進歩党の党員であった際は、数回立法委員に選出され、 1993年から1996年と1997年から2012年の帰還立法委員を務めた。民進党主席選挙に3回出馬したが、1回も当選することはなかった。日本統治時代の1935年6月13日、台南州、東赤軍、保定村に生まれる。第二次大戦後、祭の父は、 県議議会員を2期勤めた。国立台湾大学に通い政治学を学んだ。その後専攻を法学に変え、1958年に国立台湾大学法学部を卒業した。その後徴兵され、中華民国陸軍で6ヶ月兵役に服した。1960年に渡米し、テネシー大学で学び、政治学の修士号を取得。 台湾独立運動に関与した結果、中国国民党のブラックリストに乗り、台湾へ帰国することが不可能となった。蔡は学業を続け、南カリフォルニア大学に通い、1969年に博士号を取得した。1986年、ニューヨーク市立大学で政治学の教授となった。1970年に台湾独立建国連盟を設立し、 初代主席となった。その後の1982年にも台湾人公共事務会を設立し、初代会長を務めた。1990年6月に葬儀に出席するため台湾へ帰国。到着直後、新規のパスポートを取得し、民主進歩等に加入した。同年11月に人民の意思を通した改革を目標に公民党票促進会を設立した。 1992年に、かよし選出の立法委員に当選。1995年の選挙では、国民党の小つむながに敗北し落選したものの、1997年に、立法委員に、再び当選し、1998年と2001年、2004年も再選した。任期中、国家防衛や共通と無委員会、外交委員会に関わった。 陳水編政権下の台湾本土化運動を支持した。2005年教育部に対して、国民小学のワークブックの表紙にある、第二次大戦後の小介石政権時代の中国、民族主義的な標語である、堂々正正的中国人を外すように要請した。反国家分裂法に対して、立法委員である総和子と共に、反平等法草案を提出した。著名な薬理学者である、 李賃元の支持があったという事実にもかかわらず、1996年の民進党主席選挙に敗れた。しかし2005年に当時民進党主席であった、蘇サダの辞職が、蔡の再出馬の決定につながった。立候補し、党で最初の公認候補となった。蔡は3人の公認の候補者のうちの1人となった。副総統の領収連と外交部長の、 陳東山の指示を受けた。2006年1月の主席選挙で36%の得票率であった際に対し、元総統府秘書長のユースズが54%の票を獲得し当選した。2008年の総統選挙での社長邸の敗北後、民進党の候補者であった社は、党主席を辞職し、主席選を行うことを広告した。4月14日に、際は出馬を宣言した。 2006年に民進党は内部の全派閥の活動を禁止する決議を通過していたものの他派閥に所属していた党員の反対がまだ存在し、総統選で民進党を敗北に導いた原因の一人がと思われていた。蔡は古漢民と共に蔡英文がかつての派閥の協力や党の支持基盤の拡大に集中している間、 党の独立に関する方針を固めることの重要性を強調した。台南市長の元天才の支持を得られたものの、5月に出馬を辞退し別の候補者である古官民を支持することを決定した。しかし辞退するには遅く5%の支持を得ることとなった。つまり、蔡霊洋がいる。2014年1月11日に蔡は多臓器不全で亡くなった。ありがとうございます。